の書き下ろし新曲イルミネーションが本日9月30日月曜日に放送開始の NHK 連続テレビ小説おむすび主題歌として初オンエアとなった。同楽曲が10月7日月曜日より配信リリースされることが決定した。朝ドラおむすびは平成元年生まれのヒロインが栄養士として激動の平成令和を思い切り楽しく時に悩みながらもパワフルに突き進む平成青春グラフィティ。ストーリーの時代背景と同じく平成から現在において音楽シーンを代表するヒットメーカーとしてビーズが今作のオファーを受け、ドラマのために書き下ろした新曲がイルミネーションだ。新曲イルミネーションは10月7日月曜日より主要音楽ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信リリースとなるほか、配信開始に先駆けて本日9月30日から Apple Music プレアド先行追加 Spotify プリセーブが可能となる。また NHK 公式 YouTube チャンネルにておむすびオープニング映像のノンクレジットバージョンが本日より公開となった。イルミネーションの軽やかで力強いリズムとメロディーに合わせて躍動するヒロイン米田結衣を演じる橋本環奈のはつらつとした笑顔が印象的な映像に仕上がった。新曲イルミネーション2024年10月7日月曜日配信開始。 NHK 連続テレビ小説おむすび主題歌。 NHK 連続テレビ小説おむすび放送2024年9月30日月曜日放送開始作根本のんじ語りリリー・フランキー主題歌イルミネーション美人音楽堤浩明出演橋本玉希奈中里依紗佐野優斗麻生久美子宮崎美子北村由紀也松平健ほかスタッフ制作統括宇佐海夫隆真鍋仁プロデューサー菅原博史物語平成ど真ん中の2004年平成16年。ヒロイン田結衣米田結衣は福岡糸島で両親や祖父母と共に暮らしていた。何事もない平和な日々こそ一番と思って生きてきた決意。しかし地元で伝説と化した姉の存在や謎のギャル軍団甲子園を目指す野球青年など個性的な面々に翻弄されていく。そんな仲間との濃密な時間の中、次第にケツは気づいていく。人生を思い切り楽しんでいいんだということを、青春時代を謳歌した自然豊かな糸島、そして阪神・淡路大震災で被災するまでの幼少期を過ごした神戸。二つの土地での経験を通じて、食と栄養に関心を持ったケツは、あることをきっかけに、人のために役立つ喜びに目覚める。そして目指したのは、栄養士だった。人は食で作られる。食で未来を変えてゆくはじめは、愛する家族や仲間という、身近な存在のために、そして、仕事で巡り合った人たちのために。さらには、全国に住む私たちの幸せへと、その活動の範囲を広げていく。